はい、あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子です。私のチャンネルでは着付けの仕方や帯結びや色についてご紹介しております。よろしかったら他の動画もご覧ください。チャンネル登録もお願いいたします。今日は振袖の帯結びをご紹介いたします。最後まで見ていただけますと手順がわかり、レパートリーを増やすことができます。お羽をぎゅっと自分で好きなように持ちながら作っていく、とても楽しい帯結びです。テーマはフリーダンス。どうぞご参考にされてください。それでは始めます。タレのキワを開いて、キワをですねしっかり開いておきます。できましたら、キワからきれいに上に上げて、襟よりも少し高いぐらいのところまで上げましたら、はい、お羽をですね、好きなようにぎゅっと持たれて作られてください。好きなようにですね、ぐしゅっと持たれて結構です。はい、この時に注意することは、キワからですね、きれいに上げて、根元の方をしっかり持つということ以外は、お好きなようにお羽を取られて結構です。はい。このように持たれましたら、三重仮紐もすべて3本に通しておきます。はい。できましたら、続きですね。はい。これも際から上に上げて、2つ目のお羽を取っていきます。これも好きなようにぎゅっと持つだけで結構です。はい。このように持ちましたら、三重仮紐も2本、手前側2本に通されてください。はい。はい、続きまして、三つ目のお羽も同じように、はい、際から上げて、はい、好きなようにお羽を取られてください。ぐしゅって持たれて結構です。はい、できたら、一本目の仮紐に通しておきます。はい。はい、できましたら、これ、タレの、長さがですね、それぞれ帯の長さによって変わると思うんですが、こちらの場合はもう一つお羽を取っていきます。長い場合はですね、あと2つ取れるかもしれないです。余りが手幅1つぐらいになるぐらいのところまで取られてください。はい。くしゅってこれも持ちましたら、三重仮紐の2本目の仮紐に下から上に通されてください。くしゅっと好きなように取られて結構です。できましたら、はい、枕をいたします。枕は交差した上になるように、お羽を全体に持ち上げるような形で、帯の上足になるように枕を結びます。飾り帯揚げをいたします。はい、できましたら手先を開いて、手先に、お羽を作ってまいります。こちらのお羽だけバイアスに取ってまいります。はい、開きましたら左角の方から三角に裏に折られてください。こちらを折ります。はい、折りましたら、はい、左角から手幅一つ、右の角から5センチぐらい下がったところで谷折り山折り谷折り山折り、はい、こちら側も谷折り山折り谷折り山折り、はい、このようなバイアスのお羽を取られてください。はい、できましたら三重仮紐の左を押さえてますお羽に下から上に通しておきます。はい、あとはお太鼓底を作り、帯締めを結びます。お太鼓底はきれいにですね、まっすぐ通るように開いて、はい、帯締めを結んでください。はい、できましたらあとは形付けです。お羽の、大きさがバラバラですので、お客様の体に合うように開いたり広げたり、引っ張りながらバランスを取られてください。
お客様の体に沿うような大きさのものに形付けられてください。はい、これで完成です。はい、いかがでしたでしょうか。お羽は自由に取っていただいていいですので、かなりバリエーションが広がると思います。ぜひ結んで差し上げてください。あなたも着物美人に、着物と色で人生を豊かにする柴田智子でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。